新春を告げる掛け声が3年ぶりに帰ってきました。乗ってる人は大変みたい。足を置くところがないから、もうまさにこういう状況なのでね。足を置いていたら、こう話すのは地域の歴史に詳しい宮里健一郎さん。各方々で結婚式の時に、村の青年たちがその花婿をこの木馬に乗せて、この御嶽などを巡ったというような記録があるので、子宝にも恵まれますようにとか、そういう願いも含めてやられた行事。馬に使われるのは集落に自生するアダンの木。幹にある無数のトゲがこれまで数々の男性を苦しめてきました。このゴツゴツしたものが直に男性の向こうを刺激するという、とにかく股間が痛いと。だから効くんだよと、だから乗ったら子供ができるんだよという、もうそんな感じです。いつから始まったんですか。いつから始まったかというものが全然誰も分かりませんでした。これまで現在もいつから始まったということは分かっています。なぜ新年に行われるのか、いつから始まったのか、その歴史はいまだ謎に包まれています。道土井が行われるのは年の初めにある川うがみの日。慈愛の神様、笹神様、今日はまた川神として集落の廃所をめぐり、一年の健康と繁栄の祈りを捧げると、せーの、いよいよ道土井のスタートです。今年は5人目となる子宝を目指して宮城さんが挑戦です。例年なら派手に馬を揺らし股間を刺激しますが、今年は久しぶりの開催でやり方を忘れてしまったのか、一度も股間を突き上げることなくフィニッシュ。なんか先輩たちめっちゃ痛いって話だったんですけど、そこまでだったかなっていう感じで終わったんですけど、一応痛いっちゃ痛いって感じ。はい、4名いますね。もっと頑張ります。私の息子も乗ってもらって、孫が今4名目できましたので、今後も堂々と続けてやっていただけたらと思いますけど、組がこう和気あいあいとして、これを待ち望んでいたなというのが実感がですね出て、非常に良かったと思ってます。3年ぶりに帰ってきた新春の風物詩、派手に股間を突き上げる姿は来年に持ち越しです。